今日のお話は、えー、とサイエンスカフェのあのにそのものはです、ね、私、前回の特別講義という形ではやぶさがなぜ帰ってきたかというそのか帰ってくるまでの苦労の話がはやぶさの展示が片平でございましたが、えー、とその時に非常に固いお話だったので今日はあのお食事の時間ということもありますが、えー、お花について あのお花のミステリーということでお花の不思議なことが起きているということをお話したいと思いますで最後かえ帰る時にはめしべは自分と他人の花粉を識別できるということに対してああそんなことをしているんだということをご納得して書いていただければというふうに思いますえっ、ー、と私自身の自己紹介を最初にさせていただきますえっ、ー、と昭和40年の,あの5月3日ゴミの日というふうには呼んでいますが あの憲法記念日に生まれたので子どもの頃はなんか法律学者でもなるのかというふうに思ってたんですが、えー、私自身出身はあの愛媛県の今とというとこです、えー、高校3年生の時にですね NHK 特集今の NHK スペシャルですがそれで「謎の米が日本を狙う」という番組を見まして品種改良、まあ植,まあ、植物を利用した遺伝学ですがそれが非常に面白いということでえー 仙台ままで来ました、えー、今日お話をするその自家不和合成、まあ、こんな言葉はさておきまして、えー、本当はですね、あのー、こういうところで、あのー、皆さんとお話をするなことではなくてです、ね、農林水産省に入ってメロンの研究をしたかったかんです若い方々はですねメロンにはネットがあるというのを当たり前と思ってるんですがメロンにはネットがなくてマクワリというのが子どもの頃に、えー、メロンだという認識だという方はどれぐらいいらっしゃいますか え私だけそんなことないですよね、はい、お年を召した方多分そうだと思うんですけども私もそうでしたなんでネットが入ったメロンが食べれないのかというのであのそれをお腹いっぱい食べるために研究したかったんですが何を間違ったか油ブの研究をするためすることになりました、えー、農学部で助手になった後一時期岩手大学の方に出ておりまして5年6年ほど前にこちらに戻ってまいりました今日お話をすするんですが えと何度かこのお話をしている関係で、えー、ここからちょ,っとち,ょっとちょっとしたクイズを行いたいと思うんですがすで、えー、にこの絵を見られていてここ,にここに今からおあのクイズを出すことに対する答えを知っている方は申し訳ありませんあの答える権利がありませんのでかつてこの絵を見たことがない方のみすいませんあの答えていただくようにしていただければと思いますで えー、皆さんにとって多分お花というのはですね皆さんあの皆さんの各テーブルにさまざまなお花を置いてありますで僕はお花の研究してるんですが実は花の名前をあまりよく知りません例えば今ここにありますけどもユリの花がここにありますがこのユリのこのユリが何のユリですかって言われた時に僕はよくわかりませんけども、えー、とそれは なぜかというと私自身農学部におりまして植物のお花というのはその後できる実,の実がなるために我々はあの研究しているところがありまして例えば、えー、とこれはこれツツジでアジサイで露、えー、草ですというふうにこれはまあ日常皆さんの周りにあるお花でこのあとこれがどうなるかということに関しては皆さんあまり興味がないことだと思います。しかしかながら えとここにあるようなお花、えー、一連の花がありますがこのお花は実は花自身が何かに変わるものもあればそうではなくて、えー、もちろん、あのー、花が咲くだけで終わってしまうものもありますけども普段皆さんが、あのー、食生活の中で食べているあるいはまあ食べたことないかもしれないけど見たことがあるというようなものです。ででは、えーと 簡単なところからいきたいと思うんですがこの黄色いお花は何か分かる人いらっしゃいますかあのかぼちゃかきゅうりだと思いますがそうですえっ、ー、とこれうウリカのお花でえっ、ー、ときゅうりのお花と思います拍手をどうぞで今日はあの答えていただいた方には特別にりんごを用意してございますので。 ぜひ答えてくださいああの会場ちょっと明るくしてもらったほうがいいかもしれませんじゃあ、えー、とこれ終わりましたのでこれはなしですねで、えー、これも簡単だと思いますこの白いの早かったのはそこの女性の方ですかはい、はい、そうですねネギ坊主はい拍手じゃあ、えー、次はこの紫色、はい、あ,あそこの なすびですねはい拍手,拍手あの若い人頑張ってくださいさあだんだん難しくなっていくんですがえー、どれにしようかなこの右から2つ目早かったはい稲ではありません稲かなんですが稲ではありません稲というのはですね あのちょっと難しいことになるんですが、えー、と一つのお花のイニットの中に一つしかありませんこれはそうではなくてたくさんの花がついているのでこれ,こ,のはこれは稲ではありませんこれは麦の花です麦はですね分かってたら言ってください、ね、せっかくリンゴもらうチャンスですからでこれ麦の花というのはですね一つのいわゆる我々焦水というんですが えー、小さな水というのはほという字を書きますが小水の中に、えー、麦の場合なんか6つとかありますのでそういうふうになっていますこの3つ目のこのはいそう栗ですねこれ拍手よくさすがですね、えーえー、もうちょっと若い人本当に頑張ってほしいんですけど若い人は周りを見てないんですねでこれこれ終わりましたねじゃあその隣この 薄紫はいはいオクラですそうです拍手さあだんだん難しくなりますええー、皆さんが普段見ないようなものですねはいそのオクラの隣のこの紫薄紫色のものなかなかこれを東北地方で花を咲かせるのは非常に難しいんですが いいらっしゃいますかはいさつまいもそうですこれさつまいもの花です素晴らしいです拍手さあもう残り少なくなりましたじゃあこの黄色の上のこの白いお花これを見たことある人はですね宮城県の人は少ないと思います私は普段の生活の中で毎日見てたんですけども いらっしゃいませんかはい、うん、みかんそうですみかんの花ですみかんの花というのはですね白いあい花のお花が咲きますさあ残りが少なくなってきましたもう難しいのしかありませんじゃあこの黄色いのいっていきましょうか いますかこの,この黄色がわかる人これ,もこれが花咲くのはですね僕も今年初めて見ましたあのー、瀬戸内で瀬戸内でないとこの花が咲いてこの後種が取れないっていうのを昔講義で聞いたことがあったんですが本当にそうなんだなっていうのを実感しました6月ぐらいに花が咲くんですが普段毎日結構お世話になってますがこれはですねレタスの花です レタスの花というのはちょうど梅雨の時に花が咲くので結構花咲きませんじゃあ残ったのはこの右端2つですこれも結構マニアの花なんですが上からいきましょうはい上かぼ,かぼちゃではかぼちゃではありませんウリカのお花はみんなこういう形をしているのでこれは全然違いますはい他に 普段皆さん、お花として今日もあるかもしれませんカラーのお花があるかもしれませんがそれの仲間ですけどもカラーではありません里芋のお花です、拍手,拍手あ次に当たりが出ましたこの真っ白いりんごなんですがこのりんごの名前は何かというのは帰りに見て帰ってくださいさあ、最後残ったこの。 変なお花。まず仙台で見ることはないんですがさあ最後ですそう時計草なんですが食べ物で言うと物果物時計草と言います時計草には間違いない時計草科の花なんですがこれが食べるもの今こ食べるものでクイズしてますので食べるもの食べられるんです 時計層には違いありません。でも時計層が食べれるようになった時にどうなるかっていう今、台風が来てて困ってるような地方で作られます。いませんかじゃあ時計層って言って答えてくれていただいた方にお渡ししましょう。えー、これは果物時計層と言ってパッションフルーツの実です。というふうに、えっと、ほとんどの方が 例えばですねさ、もちろん里芋はこの下にある芋を食べるわけで、お花ができないとその後実ができないということはもちろん何もないわけなんですけども、例えばオクラにしても、さつまいもそうですね、でも栗とかほとんどのものはお花が咲いたその後のものを皆さん食べているわけで、お花があることがとても大事なんですが、皆さんはそのお花の大事さを意外と知らないで過ごしているわけです。なので、 何かお花が咲いていたらそれを見は何かができるのかもしれないということでこれから日々もちろんこれから寒くなりますのでお花が減ってきますが春になってお花が咲いていたらこれは何の花なんだろうなというふうに見ていただければと思います。で我々の場合はですね研究を相手に研究してますからお花があるとこうやってこ,うあこの花なんだろうなと思ってこれは実験に使えるかもしれないと思って見るわけですがえっ、ー、と多分皆さんも今日 この講義が終わるとですねあのそういうふうなイメージになっているんじゃないかと思いますではお花はなぜ重要かというと先ほども少ししゃべったんですがお花は子孫を残すために重要だということですこれは植物にとっての問題ですお花は先ほどのようにその中に種を作ってその種例えば稲のこの食べる部分このお米の部分ですがそれは植物にとって次の子孫ですつまり子孫を残すために 様々な努力を彼らはしているわけですところが皆さん私も含めてそうですが人間の側から言うとこれを手術という言い方をするんですこれは種子と果実という意味なんですが種を食べる場合とその周りについてる実を食べる場合皆さんに今日お渡ししましたリンゴリンゴは果実その,その周りの実を食べるわけで中の種子を食べるわけではありません種の分は皆さん捨てるわけです皆さんにとってはその周りを食べることが重要だということです で東北は最近例外がありませんし今年は例外が絶対の当たり年だというふうに最初私も大予想してたんですがむちゃくちゃ暑かったですので例外ではなかったんですが94年の例外ご存知の方もいらっしゃると思いますけれどもこうやって頬が立ったままでずっと頬が立ったままでかわいそうなような稲が生じますつまり、えー、と植物の生殖い広い意味で生殖つまりどうやって種ができるかつまりどうやって花粉がついてどうやって受精をするんでしょうかっていうことを考えること理解することは 皆さんの食卓に直接つながるそういう重要な話だということです。でこれは小学校か中学校の時に昔習ったなというようなものを思い出していただければと思いますが一番外側にガフというのがあってお花をかあのカバーしていて、えー、花びらおしべめしべというようなものがその中にあります。でもちろん、えー、かぼちゃのように 雄、えー、花と雌花のように分かれているようなものもありますし稲、えー、の場合はですねイネの場合皆さんこれをどう思っているか分かりませんが、えー、中に雄しべと雌しべはありますじゃあ稲にとっての花びらは何かというと実はここには書いてないんですが中にリンピというものがありますちっちゃいものなんですがそのリンピが膨れることによってお花は開きますお花というかこのもみの部分が開きます。こうで この一番外にあるもみの部分だと思っている部分は、えー、形態的に言うと、額に当たります。ので、えー、花びらというのはほとんど皆さん見たことがないということです。では、花粉はめしべにどうやって運ばれるんでしょうかということを考えたときに、様々な方法で運ばれます。この中に杉の花粉症の方がいるかもしれません。杉の花粉症の方、結構いますね。 風で花粉が運ばれるものもあればですね、そうではなくてこういうふうにハチさんが運んでくれる場合もあります。ではここで皆さんにお尋ねします。これひまわりの上にいるハチさんですが、このハチさんはどっから来たでしょう。花の外側の。ちょ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 ここのハチさんはどこの前この今これひまわりの花にいるわけですが、この前はどどこにいてここに来たんですかっていう。今花の外を。 鼻の外はあもちろん鼻の外ですけどえだからも,もうじゃあ駄目ですねじゃはい自分の巣からんでこうやって真面目に答えるんですか僕いつも抗議するとですね鼻からこう来たっていう人はまずないですね巣から来たとは言うんですね冷静に考えてください虫さんは気ままですから皆さんもここにまっすぐ来ましたがまっすぐ来た人ちゃんと寄り道を教えるてきたはずですね 寄り道をするはずですから、この蜂さんだって寄り道をしたいはずです。そんな真面目な蜂はいないわけですよ。皆さんもそういう生活をしているはずで、皆さんが適当な生活をしているのに、蜂だけに真面目に、お前は巣から来たら巣に帰れなんていう、そういうことを言って通じるわけがないわけです。なので、この蜂さんはどこから来たか分かんないわけです。なので、たじゃあ、この蜂さんは仮に夏ですから、どこから来たかというと、 例えば夏に生えてる花を考えたときにキュウリの花から来たとしますじゃあキュウリの花の花粉がこの体中についているわけですねじゃあここでキュウリとヒマワリとの間で子供ができてキュウリヒマワリというのはできるんですかはいできませんそうですよねできたら困りますよねそのあたりにわけのわかんない植物がいっぱい生えているわけですがそんなことはないわけですということは このめしべの上で自分の花粉なのかそれともなんか変な花粉が来たのかということをちゃんと区別しているということをめしべはしないとこの世の中にわけのわからない植物がやたらめったら繁殖するわけです。そういうことを冷静になって考えたことがある人いませんね。私ぐらいのもんだと思います。そういうふうに虫はですね、花にとって花粉を運んでくれるとても大事なものですが 余計なものを運んでくるかもしれないという危険性もあるということが実はこの蜂の気ままなところなわけですもちろんこのひまわりの花粉をどっか違うところに運んでってもっとわけのわかんないことをするかもしれませんもちろん巣に帰るかもしれませんけど彼のようにですねすごい真面目な蜂さんもいますのでそういうこともあるかもしれませんではメしべの先端というのはどうなっているんでしょうかというのでこれは電子顕微鏡というもので あのー、撮影しているわけですが、えっ、ー、と、めしべの先端を、これ、われわれ研究している菜の花、アブラナの植物、菜の花、えっ、ー、と、アブラナというとですね、菜の花だけしかイメージしないかもしれませんが、みな、みな皆さんが普段食べている、白菜、大根、キャベツ、人参は違いますね、えー、白菜、大根、キャベツ、ブロッコリーな、なそういうものですが、この先端はこういうふうに、あのー、サンゴ礁というか、 銀着といいうか色々言いますで。この辺りになってくると小,小学生で出前攻撃とです、ね、ソーセージがいっぱい立ってるとかっていうんですがこういうふうにメシの先端いっぱい立ってますでこういうふうになってるのはですねこれはすごくあの理由があってあの男性の方女性の方半分ずつがけ日いると思うんですが生きとし生けるものというかあの生命体というか植物も動物もそうなんですが。あの メスの,側の理屈はよりいい彼氏をなるべくたくさん見つけたいというのが彼女の理屈なんだそうですで彼氏の方はなるべくたくさん彼女の上にくっつけたいというのが彼女のせ彼氏の戦略なんですねなので実はこの戦略に失敗してこういうふうにめげていて花粉管が発芽できないようなそういう悲しい花粉もいるわけですねで無事こううまくいくとこういうふうに花粉管が伸びてちゃんと中に入りますで最近こういうふうにこう固まったものでは面白くないので これを動画,で動,か動画で見ることができるようになります。よくく見ていていださい小学生に見せるとですね、なんかミミズが張ってるとかっていうんですが。 花粉管という管がずっとこうメシベの中,をの中に入っていくさっきの,あのこうソーセージの中をこう入っていくわけですが、ソーセージの中に入ってしまうわけではないんです。これ彼氏と彼女は喧嘩するわけではないんですね。最初彼氏と彼女は大体ラブラブですから仲良しなんですね。で、けあの喧嘩をするとはどういうことかというと、えっ、ー、と、例えば、その植物に感染する病気というのはたくさんあります。皆さんもいろんなものに、その風邪になったりいろいろしますが、その場合に、 えとその細胞を殺してしまうわけなんですが植物も同じですでそのこの細胞が死んでしまったら彼女からいろんな栄養をもらえないので花粉管を伸ばすことはできませんつまりこのちっちゃなこの花粉の中に全てのエネルギーを貯めてですねこうビューッと伸びていくなんていうことはまずありえないわけです彼女から助けてもらえないとこの花粉管というのは中伸びていけません例えば皆さんはあまり感じたことはないかもしれませんがめしべのこの長さが5 0ンチぐらいあるものがあります トウモロコシがそうなんですね。トウモロコシのヒゲがヒゲみたいに思ってるのかもしれませんがあれヒゲではないんですね鬱陶しいと思ってるかもしれませんがあの先端に,に花粉がついて一個一個あのヒゲはそれぞれの種のところについています今年はもうトウモロコシのシーズン過ぎちゃいましたので僕の講義がですね夏前だったらそれが可能だったんですがもうシーズン過ぎてますから来年忘れないでトウモロコシを剥いた時に一本ずつなってるなっていうのを感動してください つまり5 0ンチの旅をするわけですこの花粉というのはですね 0.1mm の1ミリの千分の1ぐらいの大きさしかないわけなんですけどそれが5 0ンチの旅をするわけですじゃあこう花粉がずっと彼女と仲良くしながらラブラブで伸びていくわけですがいきなりこんなわけのわかんなくなります植物はどうやって相手花粉を選ぶんでしょうかここにいらっしゃる方もそうかもしれませんし若い方は今一生懸命誰がいいかなってこう若い方は彼氏彼女を探してるんだと思いますけども彼氏彼女を選ぶときにですね 目で見て脳みそで考えてあの人いいなってこう心の中で思うだけの人もいるかもしれませんしあの人いいですって僕は自分から言う人もいるかもしれませんで植物にはメンタウンもなければ手もなければ何もないわけですねでもじゃあ動物の場合はどうやってるんでしょうかということで動物の場合は人の場合はですね法律的に三神党以内は結婚してはいけませんってことは決まっていますいと,よりい,いとこはいいんですかねで ネズミさんの場合はですねこれは僕は専門ではなくて聞いた話なんですがネズミさんの場合は、えー、と自分がするおしっこの匂いおしっこの中にその自分と他人をこう識別する、えー、遺伝子の一部がたん,そのた,た,んたんぱく質なんですけども。 その出ていますどういうものかというと大火傷をしたときにその火傷をする場合に必ずその火傷をした場合には皮膚の移植をする場合に自分の皮膚を持ってきます他人からは持ってきませんあるいはあのー、最近ず随分多くなりましたが臓器移植をするような場合に、えー、臓器を人から他人からもらう場合にはですね、えー、と必ず免疫抑制剤と言って、えー、そういうものを使いますそれなぜかというと他人のものはですね 極めてて受け付け付ななないようなシステムになってます人間とか、まあ、ネズミとか哺乳類の場合ですねでそういうふうなシステムがあるためにその自分をちゃんと認識するということがなってますでネズミの場合どうするかというとメイティングをするつまりこう結婚する時にですね相手のおしっこの匂いを嗅ぎますでおしっこの匂いが自分と同じ匂いがしたらそれは自分と近しいということでいうことで その自分と同じ匂いがするものは嫌いだというふうにねずみさんは認識をして、えー、自分と違う匂いいがするものはいい匂いだというふうに感じますでここで非常に重要な問題が発生します先ほど答えていただいた高校生の女の子がいますがそれぐらいの世代年代の方はですね お父さんの下着と一緒に洗濯をするのは耐えられないさあどうでしょう嫌で,ですよねはい。そういう方が多いと思いますで、それはなん,なんで嫌なんですかえー、キモいからですねはいわかりましたはい。でもキモいとかって言うとですねそれはお父さんを明らかに否定していませんかかわいそうですよねそういう言い方でお父さんを否定してはいけません もっと違う、ちゃんとサイエンスにのっと、科学にのっとった、今日サイエンスカフェに来たわけですから、科学にのっとった言葉でお父さんを否定してあげればいいんです。ね。さっきネズミの話をしました。ネズミは自分と同じ遺伝子のものは同じ匂いがすると言ったわけです。あなたはお父さんと遺伝子をどれだけ共有してますか半分ぐらいですか半分ですよね。 ぐらいではないですよね。半分お父さんからもらってるはず。つまり、お父さんと同じ匂いのものが半分あるので、お父さんの匂いは嫌いだからピンセットを持ってきてこうやって洗濯機から出すということを主張してあげればですね、お父さんは理論的には反論できないわけです。ですよね。いいですかそういうふうな理由なので、お父さんの下着は悪いけど、こう排除しますと言えばいいわけです。いいですか じゃあそのネズミさんとか人間の場合はそういうふうにに匂いがあるとか何とかっていう何かこう話になりますが植物の場合にそんなことが一体全体どうやってできるんだろうっていうことが起こるはずですでほっといたらこれあの春先に咲く桜の花ですがほっといたら上からお花の花粉が自分の目しべにつくわけですねこれ究極の近親交配が起こるわけですで究極の近親交配が起こると それは遺伝的多様性今ちょうどあの名古屋でコップ1 0とかっていうのやってますがあの生物多様性条約とかっていうふうに言ってますけどもそのこの例えば桜の花の多様性がなくなってしまうわけですねそれで本当にいいんでしょうかっていうことを植物は実は冷静になって考えていますそれがさまざまな仕組みで自分で生殖する自分で種がつけるという意味なんですがそれを回避するそういうシステムが存在しますそれが えー、自家不和合性というちょっと難しい言葉なんですがそういう現象になりますまず現象を見ていただくのが一番いいと思いますこれメしべの先端です先ほどお見せしたメしべの先端でここに自分の花粉と他人の花粉を載せます自分の自分のお花にあった花粉と隣の植物にあった花粉を載せますさあ何が起こるでしょう物は試し 左側をご注目ください他人の花粉だけしか入らないんですね全ての植物とは言いません世の中に存在している植物の半分ぐらいのものがひょあのめしべの先端でこういうふうに自分の花粉と他人の花粉を識別して自分の花粉を入れないで遺伝的な多様性を高めるつまり 近親交配をしないようなそういう近親相関をしないようなそういうことを持っていますでもちろん花粉が途中まで入って途中でダメになるというケースもあるんですがいずれにせよ種ができないというそういうシステムを保障していますじゃあなんでこんなものが存在するかというとそれは先ほども言いましたが遺伝的な多様性を高めるために えー、近親交配を避けて遺伝的な多様性を維持するということでつまり自分の花粉ではペケで他人の花粉はこういうふうに好きだっていうで私の教えてくれた先生がいらっしゃるんですがあのまあ浮気症な性質ですねっていうふうに講義で習ったような記憶がありますでそういうふうに、えー、近親交配を避けてるわけですがもっと言えばメしべの先端にある種目玉かなんかがあって。 まあセンサーがあって自分の花粉と他人の花粉を識別してそういうシステムが存在するってことですそこら辺にある植物をみんな普段やっています皆さんあまりそういうことを認識しそういうことを自覚しないでそんなことなんか起きるわけないというふうに思われてされているかもしれませんが実はそういうことが植物は皆さんに知らない間にこっそりそういうことを行っていますでこの研究をしたのはですね この絵が出てきたら皆さん知ってると思いますけどもダーウィンというのは進化論を唱えてちょうど去年がダーウィン生誕200年だったんですが、えー、ダーウィンというのはガラパゴス諸島に行ってこういうイグアナとかですねダーウィン・フィンチとかそういうもので、えー、この時代彼が生きていた時代にいわゆる人間は神が作ったとっいうことを言う聖書の世界でが 主流,主流というかまあ当たり前だったイギリスの地において、まあ、お猿さんから進化したっていうことを言うということがどれだけ大変なことで、えー、どれだけ非難を買うかということを理解しながら彼はそういう書物を書いたわけですがなんかある種探検家のように彼のことを思っているかもしれませんが実は彼は探検家ではなくてですねこれ「植物の受精」という本の訳本なんですが。えー えー、1876年に「The Effect of Cross and Self-Fertilization in the Vegetable Kingdom」ちょっと英語でしゃべるとなんかそれねかっこいいんですが栽培植物における自食と多食の影響という形で栽培をしている例えばキャベツとかですねいろんなものの栽培している作物ですねその作物で自分の花粉をかけた時と他人の花粉をかけた時に どういう影響が出ますかっていうで自分の花粉をつけたらさっき種が取れるんじゃないかって言われたんですが工夫すれば自分の種で無理やり種が取れますでこのダーウィンっていう人はですねものすごい大量の実験やってますここにあるこの本の厚さが何百ページなんですけども例えばキャベツで言うとですね他人の花粉をかけた場合にはキャベツのあのボールの大きさが食べるボールの大きさがありますがあのボールの大きさはほとんど世代を追って例えば子供の代孫の代 そのひ孫の代になっても他人の花粉をもらっている限りははキャベツののボールの大きさは変わりませんところが自分の花粉を無理やりかけてそれを辞職をして近親交配をし続けると何が起こるかというとキャベツの場合はてきめんなんですがそのボールの大きさがどんどん小さくなって、まあ、果てはこのリンゴのような小さな大きさまでになるんだと思いますけどもすごく小さくなります。つまり 自分の遺伝子を溜め込むことがどれだけ生命にとって危険だっていうことを彼は植物を使って実証をしています。でなんでじゃあダーウィンがそんなことに興味を持ったのかというとダーウィンのお父さんはダーウィンですもちろんね名字がダーウィンですからダーウィンのお母さんが誰かということを知っている方もいるかもしれませんがダーウィンのお母さんというのはイギリスの名あの有名なお家柄のウェッジウッドっていう 陶器を作っているあのティーカップなんかをよく私もな何度かイギリスに行っておいたことありますがヒースロー空港でこうワンセット買おうとするとちょっと買えないなっていう値段のようなすごくきれいなあのティーカップを作っていますがそのウェッジウッド家の方がお母さんですつまりウェッジウッドという名字の方とダーウィンという名字の方が結婚してでダーウィンというチャールズ・ダーウィンという,チャールズという名前をもらったわけですでじゃあダーウィンチャールズ・ダーウィンは誰と結婚したかというと そのウェッジウッド家のお母さんの兄弟つまりいとこと結婚したわけですねでの彼ダービンさんには3人のお子さんがいたそうですでそのお嬢確か真ん中の子供さんだったと思うんですがは、えー、と10歳にならないうちに亡くなっていますでダービンそのものはそういうふうに自分の遺伝子をと近しい遺伝子と遠い遺伝子の影響ということについて いろんなこう頭の中を巡らしていますから自分がそのいとこという非常に近しい方と結婚してしまったためつまり遺伝的にいわゆる人間で言えば血が濃いとかっていいますがそういうことをしてしまったために自分の,その2人目の子供さんが早く亡くなってしまったんじゃないかというふうに,、えー、看護犬の中に入るままでずっと悔いていますけど実際にその方はそうではなくてその当時の流行り病、まあ、あ,のある種のインフルエンザみたいなそういうものだと思いますけどもそういうもので亡くなられています。 つまり、えー、と別に遺伝的に近しいそのいとこの方と結婚したことが別に問題ではなかったんですがそれぐらい彼の意識の中には遺伝的に近しい方と遠い方のなが生物にとってどういう影響を与えるかということを随分彼は、えー、気にしていましたその意味で自家不和合性という現象にも非常に彼は興味を持っていたというふうに言われています実際そういうあの本を書類本として残しています じゃあ、自家不和合成のメカニズムというのはどうなっているかというので、自家不和合成の研究とあの、特に油菜の自家不和合成の研究は、東北大で非常に古い歴史がございます。私の前の教授の日夏先生が、東北大学に赴任された、確か60、1964年だったような気がするんですけども、ぐらいから、えー、油菜の日本で自家不和合成の研究を始められて、えー 日本の我々のグループと,、えー、と奈良先端大の先生のグループとで共同研究することで、えー、この自分と他人を識別するシステムはどういうふうになっているかということを発表してきました、えー、と自分だというこの印を彼氏の方が提示しますで彼女の方は自分だということを認識するちょうど鍵と鍵穴のような関係になっていますここに鍵穴の、えー、とどういうことかというとですね花粉が 薬というのはおしべの先端の,あの黄色いこの入っている袋ですそこに、えー、その一番内側の細胞タペード細胞この難しい言葉は全然覚えていただくと結構なんですがそこからあの自分だという情報を吹き付けてもらいます簡単に言うといつも例えるんですがモイナのチョコボールがありますがあれ真ん中にイチゴじゃなくてごめんなさい真ん中にピーナッツがあってその周りにチョコレートがピューと吹きかけられています簡単に言えばこうキャラメルの 周りにチョコレートを吹っかけるときにこう丸い形に見えるチョコレートを吹っかけたものとこう五角形に吹っかけられたものでするわけですそうすると彼女の方は自分だという情報をこうが来たら困る自分だを排除するために自分だという鍵に対してこう丸いものが刺さるようにできてますでも他人の花粉つまり隣にある個体から花粉がピュッとくるとそれは全然違う形をしている例えばここは五角形ですのでその五角形のものではこの鍵に刺さらないってことですつまり あの全然排除されますで自分だという情報が伝言ゲームのように自分です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 って言って最後、えー、自分の花粉を排除しますがこのクエスチョンマークの部分はどういうふうになってここの部分を排除するかということがまだ分かっていません。で僕自身あと研究できるのはあと20年しかないのでなんとか20年でここ全部を理解したいというふうに思っています。そううううすすると、えー、とどううまくやればででね自分だという情報を途中でこう こっちにバックする前、つまり彼女の方が受け取ったんだけど彼氏の場合に対して自分などの情報を戻す前にブロックしてやればあの自分の花粉が入ることができるそれを自由に制御することができるんじゃないかというふうに考えていますあるいは、えー、他人の花粉なんだけどそれもなんかうまく入れることができるんじゃないかというふうにも考えられるわけですでもう一回ここでハチさんが出てきますさあもう一回さっきの彼氏に あの復活のチャンスを差し上げます。この八さんがどっから来ましたか？あ、えー、他の花から来たかもしれないし、えっ、ー、と、スから来たかもしれない。まあ、やっぱり、まあ、やっぱりスから来たいんですね。うん。じゃ、いや、すごい真面目なんだと思います。はい。全然それはわかります。で、こうこの八さんはどっから来たかわからないわけですね。で、例えば春ですので、えっ、ー、とチューリップから来てるかもしれません。チューリップから来てるということはじゃチューリップの花粉は他人なのかということですね。 でもさっき説明最初に説明しましたようにチューリップの花粉は他人の花粉であってしまったらあの彼は一番多分今困ってると思いますけどチュ,チューリップ菜の花ができてしまうのでそんなものできてしまったら困るわけですだからチューリップは他人ではないということとですね他人というのはあくまでも同じ種の中の例えばキャベツならキャベツ菜の花菜の,花の例えば白菜なら白菜の中の、えっと、自分の個体か他人の個体かということを 区別するわけでもう一段上高いところここには何も記されていませんが同じ種か違う種かということを植物そのものが考えるそういう場面がないと花粉はどんどん中に入っていってしまうということが起きるわけです。つまりこの上にもう一,もう一段その、えー、と同じ種か違う種かを認識するそういう識別するシステムが存在するということがかん想定されていますがそれは誰も解いていませんのでここにいらっしゃる高校生の方は。 ぜひ私の研究室に来てあのここの上の段がどうなっているかということを解いていただければと思いますでじゃあなぜそのネイチャーとかサイエンスとかということを宣伝するかと,いうとですねネイチャーというとかサイエンスというのはこれはイギリスの雑誌ですしサイエンスというのはアメリカの雑誌なんですが世界で一番最初にその現象を見つけて非常に面白いもの面白いだというふうに取り上げられた場合に乗ることができますつまり、えー、といろんなもので一等賞というのがありますが、まあ、一等賞の証明のようなものです研究者にとっては非常に高い評価を受けるということになります で87年研究を始めて、えー、と最初に乗ったのが2000年で今年はラッキーなことにもう1個あるんですがこのものが届いてないのでここ置いてないんですけども、えー、と6回ほどネイチャーとかサイエンスというものに乗りましたで自家不和合成という現象は皆さんの周りに非常にたくさんありますえっ、ー、と桜クというここにありますがまあのもう少しそうですね冬から春にかけてこういうふうに。 えー、赤い花が咲いたりあの紫もありますし、えー、青色のもありますいろんな花が咲きますがちょっとこれは変わったあとで説明しますあの自家不和合成の形をしていますし、えー、最近よく食べるようになりましたあのスターフルーツといってこう切った時に、えー、星形をしているこういうフルーツがございますでこれも型紙、えー、の仲間なんですけども、えー、自家不和合成ですでえー もう美味しい時期になると思いますがおそばですねこのおそばも自家不和合成というものを持っていますで、えー、我々の身近で言えば先ほどからお話ししている菜の花の仲間の油中のカブとかキャベツとか大根がそうですし先ほどクイズにも出しました昼が丘のさつまいもも自家不和合成を持っていますでえっ、ー、と那須の場合はですね観賞用のタバコであったり野生のペチュニアの場合が自家不和合成で那須科の皆さんが普段食べている ピーマンとかですねなすとかトマトは自家不和合成ではなくて自家和合成ですじゃあそれはな,なんで自家和合成で成立するのかっていうのはちょっとややこしいので後で今ちょっと置いといて説明しますで けしは栽培してはいけませんすいませんひなげしですねひなげしは栽培できますバラ科の場合はですね先ほどあのバラ科の仲間桜を見せました桜もそうですあのソメイヨシノももちろん自家不和合成ですが皆さんこれから食べるであろうあるいは商品でいたあのお渡ししましたりんごが、えー、自家不和合成ですし応答しもそうですよく言われるののはですねあの私 どこでしたか山形の農業改良普及員の方が農学部ですので友達でおりましたで農家の方に説明するのすごく難しいとよく言われたんですけどもなんで自分のうちに砂糖錦だけ植えちゃいけないんですかって砂糖錦だけ植えたらですねこの自家不和合成という性質があってですねあの他の他人の花粉が来ないので砂糖錦はできないんですね。 もちろん隣の,の畑から持ってくるかもしれないですけど基本的に受粉をするために花粉を提供するために砂糖識以外の、えー、と木がないとさくらんぼはできませんでもうちでは収穫たくさんしたいから畑の木は全部砂糖識にしたいという方がいらっしゃるんですがこの自家不和合成という現象があるからといってもなかなかそんなことを信用してくれないとかっていって僕にどうすればいいですかってずいぶん昔聞いたことがありましたが。 あの今みたいな絵があればですね自分と他人の花粉を識別してるっていうことを説明できるんですその当時そんなものなかったので、うん、ちょっと難しいなと思って流したことがあります。でというふうにもし皆さんのお家ででさくらんぼを作りたいと言ってお庭に植えてる方がいらっしゃが大切ですねさっきちょっとお話を仕掛けてお話をやめちゃいましたが、えー、ナスの仲間で、えー、あるいは稲の仲間もそうですが。 えー、ナスとかピーマンとかトマトというのは自家不和合成ではありませんアンデスの山奥にあるもともとそれが栽培されていた野生のタバコとか野生のトマト野生のピーマンはもちろん自家不和合成なんですけども人間が栽培をすることによってその自家不和合成の性質を失っていますじゃあさっき今まで喋った私が喋ったことが全部嘘ではないかというふうになってしまいます つまり自分の遺伝、他人の遺伝子を入れて、そのピーマンはちゃんと大きくなるようにならなくちゃいけない。あるいはトマトは大きくならなくちゃいけない。そうならなくちゃいけないのに、自分の花粉ではなくて、あ他人の花粉じゃなくて自分の花粉で種ができてしまって、大きいトマトができ続けるなんておかしいというふうに思うかもしれませんが、人間がそういうものを、どういうことが起こっているかはまだ誰も解いていません。そういうことが、 ある種の人間が選ぶということを品種改良なんですけどもその品種改良をすることによって自分の花粉を受け入れてもちゃんとしたトマトができるちゃんとしたピーマンができるということが保証されたそういうものが世の中に存在してくれたために皆さんが今毎日トマトとかピーマンを食べてるわけです。でなんでそんなことができないかと困るとですね例えばトマトを考えていただきたいんですがトマトは皆さんは中の種を食べるんでしょうかそれとも周りの しししししたととところががいいいいいいいんでででょうかといううかかすすすね種が美味しいという人はいらっしゃいますかいないですね種の前のゼリーがおいしいという人はいるかもしれませんけど種がおいしいと言って食べてる人はいないと思うんですねつまり種ができなかったらあの前の実というのは膨らまないんですで自家不和合成だとすると他人の花粉がどんどんつかなくちゃいないんですがそんなことがその自然の状態でそんなに起こるわけではないのでそうするとトマトは トトマトがなってる絵とかよくありますけどもあんなふうにいっぱいぼーっとなることなんかないんですねそうすするると農家のおじさん困るわけですつまり人間がその狩猟そのお父さんがエほホホエほホホってこう槍を担いでこうピュッてこう刺してイノシシを捕まえてきましたみたいな生活をしている間は良かったんですけどそうではなくて田んぼを作って畑を作ってこう耕して農耕するということになった時点で。 その安定した食料を提供することができるためにはそういうその自家不和合成を持っているということはある種不利なことだということになってしまったわけです。でじゃあなんで今でも自家不和合成のものがこんな食べれるキャベツとか大根にあるのかということになるんですがこれは私の単なる推測ですけどもキャベツとか大根とかカブというのはですねそれができる種を食べるわけではありません。そ,のそこに っった状態になててて植えられていてそこからキャベツができるわけですがキャベツはお花ができる前に食べちゃいますので多分お花ができるということに関しての人間が選抜をかけるっていうこ方をしますがこう圧力をかけてそういうことをしなかったので多分自家不和合成が残ってるんじゃないかというふうに考えていますもともとはあの私の先生が撮られた写真なんですけどもこれあの桜草です。桜を真上から見たときにこれこれ まあ、横からこう、横断面で見てますが、これを真上から見るとですね、めしべから見えないタイプと、おしばしか見えない、そういう二つのタイプがあることを知ってた方。いないですね。あ、いますね、やっぱり、ま、やっぱりマニアの方いるんですね。あの、すべての作物の名前を知っているという、そういう方はやはり、さすがだと思います。で、上から見たときに、めしべしかないというのは、これ、目花ではなくてですね。雄しべはちゃんと下に隠れています。で、上から見たときに、雄しべしか見えないというのは。 めしべがないないわけでははくてめしべはちゃんと下にありますつまり虫が潜っていってこの中の蜜を集めた時におでこにこの花粉をつけてきますでおでこについた花粉はもちろんこうバックする時にここに花粉つくかもしれませんが隣に行くとこう低いめしべがいてこの花粉がこの高さが揃っているわけですねでピュッとこうつくわけですでお尻にこの花粉をつけてきたら今度はこっちの高いところにつくつまりおしべとめしべの位置を物理的に 離れた位置にして左から右に右から左に花粉が流れるというそういうことを進化の過程で獲得しているそういう生き物もあります生き物というかそのお花もありますそれがさっきお話をしたあの皆さんが身の前で見るものとしてはこれが非常に見やすいと思いますぜひ春になったら見てくださいあのおそばの花見ることもできるかもしれませんがおそばの花すごく小さいですでもちろんスターフルーツの花私昔いじったことあるんですけどこれもすごく小さいですし あの宮崎最低でも多分宮崎とか国内だったら九州まで行かないと見えないですあの沖縄に行けばあるらしいんですけどもなので桜草であればこういうふうに開いて見ることができますで自分か他人を識別するというシステムは別に先ほどお話をした必ず鍵と鍵穴の関係だけで説明するというモデル以外に全然違うシステムで ななっているようもものもあります例えば先ほど例を示しました、えー、ナスビの仲間あのナスの仲間やもちろん野生のナスなんですがあるいはバラ科の果樹ですねあのお話をしたナシとかオオトウとかリンゴですがこれらは、えー、タンパク質を分解するあるいはあの DNA を DNA ではないんですね実際遺伝子を分解するそういうようなものが関係しているということが言われていて、えー、それぞれ生物種によっていろんなシステムで、えー、自分か他人かを識別しています。 自家安合成はそういうふうに皆さんの身の回りでよく見ます例えば昔はよくやっていましたそのは今あの蜂がいなくなったとか蜂が蜂の巣に帰ってこないとかいろんなことが問題になってますが昔その昔はこうやってこう耳かきのでっかいみたいなやつでこう花粉をポチョポチョつけてたわけですがこれはもちろん違う花粉をかけてるわけですでもちろん蜂さんが運んでくれることもありますでそういうふうにであのリフの梨へに行くとこうやって梨が下がってるわけですけれどもこれももちろん違う,た違う花粉をかけるわけですここからが問題です 皆さんが普段食べておられる富士というものがあります。富士のリンゴを知らない方いませんね。はい。富士というリンゴがあるんですが、この富士というリンゴができるためには、先ほど言いました、自家不和合成という性質が必要です。自家不和合成という性質が必要だということは、違う品種の花粉をかけなくちゃいけません。この場合、オーリンをよく使います。オーリンは皆さんご存知のように、こういう赤ではなくてですね、こういう 青いい色をしていますこの赤いリンゴの実がなるのに青いリンゴのこの花粉をかけるわけです違う品種の花,花粉をかけてリンゴができて問題が生じるような気がしませんか例えば小学生の頃よくやりますね赤い絵の具と緑の絵の具を混ぜると何色になるんですか気持ち悪い色素晴らしいですね 正しいい答えだと思います私もどんな色になるか知りません私絵が苦手なので今の答えはとても素晴らしいですよく分かんない色になると思いますねでも皆さんが普段食べている富士はじゃあもう一度答えてください気持ち悪い色ですか綺麗な赤そうですね綺麗な赤になっていますおかしいと思いませんか自分の花粉をかけてはかけないと富士ができないように思うかもしれませんが自分の花粉をかけちゃいけないんですこの青色の花粉をかけなくちゃいけないんです俺は 単なるからくりであって皆さん単に騙されているだけなんですがじゃあ皆さんここで手を挙げていただきますいいですかりんごがりんごだと思うしきものが3つあるんですが1回だけ手を挙げてくださいいいですか一番左がりんごだと思う方えこれはりんごじゃないんですがいいですはい真ん中がりんごだと思う人少ないですね一番右端がりんごだと思う人 多いですねやっぱりすいません皆さんもうあのお食事の時間なんですねお腹が空いてきたということですねもうすぐ食べれる状態のこれがりんごだというふうに思われるのはしょうがないと思います今のこのお食事時の時間にアンケートを取ったためにこれがりんごだこれもちろん全部りんごなんですけどもででは一体全体りんごというのはどうやってできているかということを考えていただければ富士の実にこの富士に の花粉をかけても問題がないということが分かりますでそれをするためにりんごの実を割ったものを用意してありますりんごを切った時にあの女性の方は自分でリンゴを割ってりんごをこう切るかもしれませんがりんごを切る時にリンゴを切る時に包丁をこのヘタがついている方ではなくてお尻の方から お尻の方から包丁を入れる人いないですよねりんごを割るときには普通このヘタがついてる方からしか入れません今日帰ったらりんごがお家にある方はお尻から割ってくださいお尻から割るといいことに気がつきます実際その現物を見てくださいりんごを皆さん見たことないかもしれませんがりんごのお花というのはこういうふうにこうやっておしべめしべがこう本当はめしべがこうめしべがあってここに 花びらがががあああっってて一一番番もちろんがあるわけですねでその中で受精が起きてるわけですがここの正確に言うと本当はもっとこのこのこの,このガはこの辺りについてるんですけどもこ,こ,この辺りについてると考えていただければいいんですがそれがここにオーリンの花粉がつきますオーリンの花粉がついたらビューザキ先で伸びていきますで受精が起きてできるものは受精をしたら何ができるんですか そうですよ種ができるんですよ受精をしたら種ができるんですいいですか <laughs> 受精をしたら種ができますつまりじゃあ受精をするつまり花粉の遺伝子とお母さんが持っている卵の遺伝子が合わさってできるものは種ですこれは植物にできるもの全てそうです稲でもそうです麦でもそうです何でもそうですじゃありんごの場合に皆さんが食べているこの部分は何でしょう 実ですそう果実ですけどこの部分というのはずっとこう花粉が通ってってここで受精が起きてできるのは種であってじゃ種以外のものは何からできてるかというとこれは全てお母さんの遺伝子からできてるわけですお母さんの遺伝子が太っただけのものであってお父さんとお母さんのものを混ぜてるわけではないわけですお父さんとお母さんの遺伝子が混ざってるのはこの種の部分だけです で実際にここにこうピュピュッとついてますけどリンゴを来た時に何かこう変なものついてるなと思ったことあるかもしれませんが皆さんそのつくねを見てくださいそのそこについているのがこれが額ですでその中に線がシューッと入っているのが黒い腐ったようなものがある,あるかもしれませんがそれがおしべとかめしべが光らびたミイラみたいになったものですつまりここにお花がついてたわけですでお花の下の部分が膨れて だからそのこ,のこ,こ,ここら辺に額がないといけないっていうのはそういうことなんですけどもつまりここに膨らんでいる部分は全てお母さんの遺伝子つまりビューッとこうつけた時に花粉でどんなものがついてもつまりさっき彼女が変な。 色ができると言ってますそんなことはありえなくて変な色ができる遺伝子を持っているのはこの真ん中にある種だけがお父さんとお母さんの遺伝子を持っていてそうではなくて周り食べている部分はすべてお母さんの遺伝子でできているのでどんな花粉がかかっても富士の木になる限り富士の味がする実がなります種はダメですいいですか？その種を仮に植えたらそれは種は王林と富士の遺伝子を持ったそういう あの2つの遺伝子を持ったものが芽が出てきますのでそれはダメですけどじゃあ富士はどうやって増やしているのかというとそれは木木をを切っててしいわゆる高継ぎと言うんですが木をこう刺して増やしていますつまり富士の最初富士のオリジナルの木というのは1本しかありません実際に盛岡にありますが盛岡の農業試験場にありますけども1本しかありませんそこからどん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 取っていって増やしているだけですつまりクローンとして増やしているだけです この種をじゃあまいたらなんかまた富士ができるかと思うかもしれませんがそれは全くできませんのでそれだけは間違わないようにしてくださいということとお家に帰って自家不和合成があるということをしゃべってりんごを見ながらですねおかしな色のきちゃない色のりんごができませんかということを言うとですねできるできると思って絶対的にお家の方はみんなほとんどの方が信じますがそれは間違いですということを言って今日のお家あるいは明日の職場で楽しんでいただければと思います。 最後に、じゃあ、受精というのがですね、動物の,動物の場合は、卵があって、卵の周りに精子がビューっていっぱいあるのがありますけれども、植物の場合もちゃんとこう、もっと後の場合にもいろんなことをしています。これ、トレニアといって、最近よく流行りでこういうお花が咲くんですが、ゴマのハグサとかっていって、えー、金ン草とかの仲間なんですけれども、こう花粉がずっといきます。彼彼氏が彼女をと受精したいいなっていう風に こう彼氏が彼女を探していますそしたら別の彼氏が来てピンチ、ピンチ、ピンチピンチって勝負に勝つわけですが次はですねこの表現がなかなか難しいんですがこれ称は私ストーカーと呼んでいるんですが彼女がどんどん逃げてもですね彼氏はどんどん追っかけていきますこういうのをストーカーというんですねもちろんこう機械的に引っ張っているだけなんですね彼女はもちろん植物は動きませんので人間がこうピュッピュッとこう引っ張るわけなんですが。 でさらに、これ自身はですね名古屋の東山先生という方からお借りしてるんですけどもこれはトレニアでトレニアの花粉なんですがこれ、アゼト辛ガラシといって非常に禁煙なものなんですけども全くそんなものには目もくれないでつまりさっきの自家不和合成と同じです受精の場面においても自分と他人つまり自分の種と他人の種を識別するということが起きていますそれによって自分とちゃんと正しくここでも担保しているわけです。じゃ,あ言ったじゃないな なんでこんなことが起きるのかということをこれもちゃんともう一回最初から言うとですねこれ不思議だと思いませんか何でこの彼氏はここ,ここに彼女がいるのかを探しているでかつこんな突然わけわかんない離れたところから来てもこうわかるわけで面倒もあるわけでもないですし何にもないんですがこれはですね実は彼女の方のこの乱,乱というのがあるんですが乱の脇にそれを助ける細胞女細胞というんですがそういう細胞があってその細胞から 自分だという情報を出しています。目に、皆さんの目に見えないだけで。それをだから、彼女が自分だという情報を出しているので、彼氏の方は、その自分だという情報に惹かれて追っかけているだけでだから、ストーカーしているのは、彼氏が悪いわけではなくて、彼女が悪いです。自分だということを言っているので、彼氏が追っ,けて追っかけているだけで、この場合は、彼氏には責任ありません。で、これは自分だという情報が種によって違う。つまり、自分だという情報を、ちゃんと、この彼氏は自分だという情報を的確に こう違う人自分の人を識別してるというそういうことがその花粉がつくとこではなくて最後種がつく場面のところにおいてもそういうことが起きてるというふうになりますでだいたい時間となりましたような気がします小学校に行っても高校に行ってもあるいは一般の方と会ってもですねどんな質問でも受けますで えっと今日の講義についてわからないこと、植物についてもっと知りたいこと、大学とは何だろうか、あのよっぽどの質問をしたときにもあの答えた例がありますので、あの極力答えるように努力いたしますので、えっとご質問をいただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。えっと次回はですね第65回インターネットの真の姿に迫る情報通信ネットワークの最前線ということで情報 学研究科の加藤先生がお話しいただきますぜひご参照いただければと思いますどうもありがとうございました